本日はですね、FM 読谷のスタッフの方に声をかけていただきまして誠にありがとうございます。どうも鹿児島校の方から来ました、杉浦と言います。よろしくお願いします。来月ですね、結婚する予定がちょっとありまして、そちらの方で声をかけていただき本当に嬉しい限りでございます。沖縄の方で式を挙げる予定となっておりますので、ぜひね、読谷村の方にもパレードで来ようかななんて、パレードは言い過ぎですかね、そういったことで来ようかと思っております。で、明日のお天気なんですけれども、やはり僕としてはですね、虹を希望しています。はい、だから雨が降った後の晴れっていうんですかね、雨のち晴れでよろしくお願いしたいと思います。その虹が出てくれた方がね、僕としてもまた晴れ晴れとした気持ちでやれるんでいいかなと思ってます。はい、以上です。杉浦でした。